はい、皆さんこんにちは、ミッショと申します。ウィングスオブデューティーです。はい、久しぶりウィングスオブデューティー。いやー、最近お休みしてて申し訳ないです。いやーね、ちょっとね、実験とかレポートとかちょっと忙しくてね、なかなかゲームまで手届かなかったんですよね。もはやゲームすらできないっていう状態が、まあほぼ毎日続きまして、まあなんとか終わったんで久しぶり投稿かなっていう感じです。今回ね、コメントの方で確かゼロ戦の3人型乗ってほしいな的なやつがあった気がしたんで、やっていきたいと思います。3人型です。まあ一応武器の紹介を、13.2mm が、2門と 20mm が2門、まあゼロ戦らしいですね。 20mm ってのは、60kg 爆弾が2個、もしくは 250kg 爆弾が2個搭載できる感じになっています。あのね、正直言います、結構いい機体です。かなり優秀です。まあ防御はないけどね。ではやっていきましょう。はい、始まりました。では、まあ、機体の紹介からいきましょうか。まあね、ゼロ戦って言えば、まあ私は羽のね、端っこがね、丸みを帯びてるイメージがあるんですよね。でもこの3人型ってのは、見てください、スラッとしてるじゃないですか。もう切っちゃってあるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、確かね、右左両方合わせて1メートル分だったかな、を切ってあったんですよ。もう切っちゃう ?25 やったかな ?50 やったかな、忘れたけど、25センチか50センチずつ切ってあって、短いです。まあ、なぜかっていうと、まあ、あの機体の性能を上げる、なんだろうね、なんで切ったんだろうね、コスト削減とか、あとはスピード向上ためだったっけな、なんか理由があったはずです。ですけど、とりあえず切っちゃって、で、当時の外国の人、パイロットは、ゼロ戦じゃないと思って、新型の機種だと思ったっていう、そういうお話もあります。なんでね、こいつだけ、外国もゼロファイターっていう表記だったんですけど、こいつだけなんか、連合軍側の名前が付けられちゃってるんですよね。まあでも同じゼロ戦なんですよ、実は。エンジンとかも同じだし、あとね、機体の性能が向上したところとしては、20ミリ砲のね、弾薬数がちょっと増えたんですよ。だから、戦いやすいよね、っていうか。危ない危ない。よいしょ。回避完了。どこ?待って、ちょっと失速気味で危ないな。おー、リパブリックやる?待って、失速気味で危ないんだけど、さっきから。よいしょ。危ない危ない。あ、死なないか、まだしぶたいね。レパブリックさすが頑丈だね。スピードもいいか、早めに仕留めとかないと結構やばいんだよね。20ミリ1個使っちゃうか。あ、待って、あれ落ちるんじゃね。落ちたね、やっぱり。まあそういうこともあるでしょう。よいしょ。というわけで、まあ3人型です。まあまあいい機体です。うん、まあね、好き嫌い分かれる機体ではあるんですけどね。ある意味21型の方が見た目好きな方もいるし、32型のこのね、スラッとした美しいフォルムが好きな方もいると。私はね、32型結構好きな方なんですよ。32型の21型から32型に変わるにあたってちょっとした欠点が増えまして、旋回性能が21型比べると若干低いと。まあ、50センチずつ切っちゃったからね。代わりにこういうロール性能が上がったと実際の方は言われてます。まあなんでいろいろパイロットの中でも間でもいろいろ意見があったんでしょうけど、まあもう一個の欠点としては航続距離が落ちてるんですよね。確か燃料タンクがちょっと減ったんだったっけな。なんかちょっとだけ欠点があったんですよね。お、あんなとこにゼロが。オッケー。あ、アシストキルになっちゃった。待って、オーマイガッチ、マジ、どうぞ。あっちか、あれか、来てる来てる。あー、宙返りいいね。死んだね。オッケー。まあこんな感じで、ゼロ戦は機動性がいいですから、本当にね、まあ中にはもしかしたら動きにくいなーって人もいるかもしれない。てか言うこと聞きすぎる、反応が早すぎるんでちょっと難しい方もいるかもしれないんですけど、まあ、慣れるとね、かなり使いやすいです。ああ、ありがとうございますって。いえいえ、なんだっけ、これだね。ああ、なんか消えちゃったぜ。
96式艦船があそこかな。あれはゼロ戦の前の機体ですね。堀越さんが頑張って作ったやつ。あの96式ね、かなり性能高いですよ。落ちてるけ大丈夫かあれ。ああ。まあ他にも特徴としてはフラップとか面白いですよね。ゼロ戦はフラップね、こんだけなんだよね。あの踏むなって書いてあるあの赤い部分、あの赤い部分の分だけ出てくるんですよ。フラップちょこっとみたいな、ちょっとしか出ないんです。うん、まあそれだけでもね、やっぱよ、揚力が上がるんで、機動性っていうか旋回性能が上がります。最近ね、なんだっけ、左左込みやりたいなーなんて思ってたんですけどね、うまくできないっすよね、あれ。難しいんですよ、左左込みっちゅうのは。おっ、でもやっぱこれじゃないよね、左左込みっちゅう。あー、大変なことなってるぞ、大丈夫か。あぶない、あぶない、あぶない。うぅ、びっくりしたぜ。いますか。あーなところ、やばい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 。あー絞ってなかったっていうか上げてなかった、スロットルやばいぜ。おー、なんてスローな飛行なんだ。時速158で進んでるぞ、やばくね。いや、さすがゼロ戦ですよね、このスピードで飛べるってやばいわ。よいしょ、 OK。 いや体力やばくね、いつの間に。今のうちサムネ撮っとかな。サムネこんな感じとか、なんか特徴つかめるサムネないかな。後ろからなんか飛んできてんな、大丈夫か。あー敵あっち行っちゃってるんで、一旦こっちを使った方が早いね。はいはい、はやぶさっすか。はやぶさだね。あー危ない危ない危ない。よいしょ、まあこれは待つタイムだな。よし、敵が近づいてきました。やってみましょう。 13mm で十分でしょう。はやぶさなんでどこら辺がいいかな。ここら辺とか、エフェル塔と戦ってますよ。エフェル塔じゃねえや。おお、怖怖怖。ああ、おとなしくしとけ、おとなしくしとけ。ああ、外した、マジか、やばいな。OKOK、 危ねえ。 OKOK、 勝利です。いいっす、よしよし。というわけで、まあ悪くない機体でしょう。うん、スピードも十分速いですし、まあさすがにね、あのサンダーボルトとかロッキードとかとね、スピードで競い合うとなるとやっぱりね、限界があるんですけれど、悪くはない機体なんですよね。うん、まあもしよければ買ってみてください。買ってみてくださいっていうか、まあゼロ戦シリーズ自体がそもそも性能高いんで、21型だけでも十分楽しめます。それよりちょっと上のスピードって感じですかね。ちょっと上のスピードって感じのイメージ。あと爆弾が搭載できるんでね、陸上だとか艦爆とか、なんか艦上攻撃とかにも向いてると。まあ、21型でも250キロ積めるんですけど、こっち2個ずつ積めるんでね、そういう面でも結構優れてます。まあ 20mm キャノン砲がまあ200発入るとか、そういういろんなメリットもありますんで、そういう面でもね、かなり優秀な機体です。まあ、もしよければぜひお使いください。というわけで今回はこんぐらいにしたいと思います。またどこかでご会いしましょう。See you! Bye bye! いいね。今ね、OK!